ちゃんです。けんちゃんです。みーちゃんです。いくちゃんです。まきちゃんです。僕たちの遊び場。今回は 2.5 次元裁判反撃編です。牧島ひかるを訴える、はい、ある人はい、あ、岩井さん次元で、はい、俺の太田元博返せ。これだよ。もっくんって結構意外とねコミュ障であったりしてあんまりそんな人と仲良くならへんねんけど、うん、結構ねもう10年も近い仲になるんで、うん、いろんな話深い話してね冒険中もこう話しててそしたらなんかちょっと可愛がり始めてる後輩がなんか出来始めたみたいな、牧島ひかるいるねみたいな話だった。あんまそのタイプじゃないんですか、ね、全然ない。そうなの、珍しいんだ。なんかええ感じの服とかなかなかな金額のもんも、なんかちょこちょこもらったり、一緒に買い物行ったり、もっくんってあんまり人とあんま写真撮らなかったりするけど、もっくんとは撮ったり、あれ一番不安の時にあいつから電話が来たりするの。10分ぐらい喋んのよ。でもずっと可愛がってんの、絶対引かねえ。俺の太田元博返せ。怖い。今の怖い。こんだけ関係性気づいてきたのに、俺もっくん返せ。俺もあるね、東京でもっくんさんが、ね、来た時とかずっと鳥ちゃんともっくんさんみたいな、まあ、前からずっと一緒だから最近ももっくんさんとヒカルのツーペアなイメージが。そうなんだ。やばい、金かなんか渡したの。あ、金で釣れる人だと思ってるってことですか。やばそうじゃないもんね、もっくんさんはね。そういうことじゃない、違う。本当にかっこいいさんだよ。僕一番尊敬してる先輩なんですよ。太田さんもちゃんと人を見てくれるからそういう相手からのリスペクトも感じられる先輩ってよりこっちもリスペクトできるし、顔も似てきたもん最近。確か今のヒカルの顔、もっくんさんの潜在写真の顔に似てる。マジ？めちゃくちゃ似てるで。違う。じゃあ俺お前好きになるで。どういうこと？まあ、どういう気がする？じゃあ俺お前好きになるでよ。よくわかんない。ちょっと寂しいんだよ。ずーっともっくんさんと親みたいな感じだったのに、過去の女がすげえ騒いでる。そう、めちゃくちゃ騒いでる。なんか大変ですね。まあそうですね。じゃあ2人に今ここで気持ちを伝えてもらいました。今のストレートな気持ちを。もっくんさんに昔の女からいく。昔の女からじゃあ、もっくん最初言ってくれて、お前みたいなタイプ俺本当は嫌いやねん。そこから好きになってくれて、おなら嫌いやん。でもおなら好きになったでしょ。僕のおかげで、あの吉祥寺のカフェであんなに話し合ったことなかったよ。で嫉妬してる。絶対にもう電話とかかけてほっといて、思い出してしまうから。あなたを思い出させるならちゃんと構って、元カノより。なるほどね。歌詞みたいな、歌詞みたいな、ずっと右乳首さ。じゃあ今カノで。はい、今カノ、お願いします。先日舞台一緒にやれてすごい楽しかったです。昨日も LINE ありがとうございました。またお互い時間ができたらぜひご飯一緒に行きましょう。いつも本当にありがとうございます。シンプル、シンプルだね。余裕がある。今からの余裕がある。本当だ、すごい。落ち着いて。では僕いいですか。おいつまで隠してる事件です。お、気になるな。分かると思うんですけど、牧島ひかるってめっちゃおもろいですよ。本番の袖出る直前にありそうでなさそうな壁画の作品とポーズとかをやるぐらいおもろい。ありそうでなさそうな壁画じゃなくて牧島美術館。めちゃくちゃ気になるわ。めちゃくちゃ気になる。ちょっと一点だけ見たいな。牧島美術館っていうのは架空の作品と作者名と言って、うん、それをやるってだけなんですよ。大体的にやるまでボソッとやる笑いなの。こんな晒し物に。そうそうそう、牧島美術館は来ちゃいました。みんな来ました、来ました。来たいなと思った。こちら中国の彫刻家ワン・タオレン作怒り。素晴らしい。もう一瞬回りたいもん。いつ回りたい。要は大喜利なんだよ。芸人さん負けないぐらいのおもろいのに、ツイッターだけクソつまらん。てかもう隠しちゃってる。なんでなんでなんで。ちょっと見ようか。もう本当マキシマです、うん、今日は朝から撮影と取材でした。かっこいい写真たくさん撮ってもらったし、自分のこともたくさん話した。近々またお知らせしますね。何がおもろいの。つまんの。急に刺されたら4文字です。だからもうここもさ、ユーモアにさ行けばすっごいのに、
ツイッターの文章だけ人一番つまんない。もう牧島ですがやめてほしい。あれですか？いいですか？あ、言って言って。あ、サザエさん、絶対二度とじゃあサザエでございます言わせんなよ。サザエでございます。じゃあ分かった。サザエでございます部分は分かった。牧島ですはまあいい人ですね。まあだけどその文章が一ひねりもない。アナリコーダー生ってこと光るの。それはカルチャーだから。このプライド持ってんだ。あともう一個あるのちょっとまとめていい？そんなにキレるなや、事件。最初で最後だと思うんだけど、牧島ひかるにマジで本当にケースケ君嫌いですって言われて、遊戯王のデュエルリンクスっていうアプリがあって、俺とひかるよく戦って、まあ、楽屋とかも一緒の時に戦ってたんだけど、ひかるが優勢だった。で、あ、俺もこの瞬間に負けるって決まったんだけど、で待ってくれた。ちょっと余裕な感じでビスビス言います。で、俺が次カード1枚引いて逆転できた。おお。で、一旦待ってくださいって言われた。はい、そう逆転しちゃったから。だけど俺はそのまま待たずにぶっ倒した。めっちゃ切れて。いや、俺待ったじゃないですか。ケンスケ君です。ほんと嫌いっすよ。めっちゃ切れんの。ガチで。でも、じゃあ言い返していいですか。そういう遊びに。本気になれない人間と遊んで何が楽しいの。まず切れることはまあいいでしょう、ね、全然そうですよ、ね、切れるガツってことだから、ね、だってサッカーとかだって遊びでやっても、うん、あんな遊びじゃなくなるじゃないですか。確かに俺にとってはその遊戯王デュエルリンクスがもう俺の命みたいなもんだったから、その時は、うん、まあそうだね。だからもうそんななんかもてあそばれて腹が立ってしまって、うん、怒るのはまあいいとして、うん、ちょっといいように話してたけど俺優勢でも俺勝ちましたねみたいな、うん、じゃあ攻撃しますみたいな、ちょっと待って一旦待って、もうお前の勝ちでいいから、ちょっと動きたいプレイングがあったからやらせて。うざ。やりたいプレイングがあった。でも確かにあるんですよ、うん、遊戯王ってなんか自分の思い描くその理想のね、デッキを組んだ後俺できたらめっちゃこのデッキかっこいいわみたいな、うん、で、俺もそれすっごいわかるから、うん、じゃあわかりましたみたいな、じゃあ最後は俺にとどめさせてくださいで、渡したらガツガツ展開された。全部俺の盤面バシッと繰り返されてそれでライフゼロ、トゥ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 ルンとか言ってた。その一旦で変わるんですか。変わるから、ね、やっぱりでもね、こんな汚いやつ今って知らんかった。しかも俺キレてんのにやっと爆笑、マジで普通に素材になってもおかしくないですね。改めてちょっと判決の方近い時お見せできるところで2人のガチ勝負やりましょうよ。あーやりたい、いいね。それはマジやりたいね。それで決着つけましょう。解説者に行政だけ OK。 いやいやいや隠してるいけんのにやらないのが正しい。何ちょっとファンに真面目ですモテるアピールしてる。そういうところがモックンが好きな理由の一つかも。元から出てきた。カリカリしない。